俺がもう少し素早ければ彼女ができるかもしれんのでな。おはようございます、ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、うちの友人たちが作る LINE あるんですけど、グループ、うん、5人のグループ、数少ない友人で構成された精鋭のグループなんですけどそこにふとね、とあるね、友人が書き込みをしました。俺彼女できたって。初めは嘘や思いましたいや、初めは嘘やと思ったんで、で、本当に、本当って問い詰めたんですよ、後日。本当って。どうやら、隠れて、自分たちに隠れて、ウィズとか、箱庭とか使って、彼女を作ってたらしいんです。本当に出会い系アプリって効果あるんだね。今回使うモンスターは、動く石像、死神の騎士、彷徨う鎧です。一見ね、こうしてみると、ただの、俺なんか、ね、ただのチームじゃんと。違います。マスターダブルスキャンにミソがあります。このゲームって、モンバトっていうゲームは、なんて言うんですかね、ポケモンみたいに素早さがあと位置早いとかで、行動を決定するのではなく、乱数があるんですよね、素早さの。だから、メタルスライムが動く前にデンタザウルスが動くとかいうさ、そういうね、こともあるんですけど、今回はですね、なんと、こいつら全員、早いです。モンスターマスターっていうのはね、いろんなことができるんですよ。火力状況、耐久強化。その中で、あー、食らっちゃったか。まあ、このように、まあ、踊り出したのはしょうがないとして、こうやって、素早さがバラバラでもみんななんか、その素早さ順には行動しないんですよね。そんな中で、私は思ったんですよ。このゲームの素早さの概念って何と思ったんですよ。なので今回はですね、全員マスターダブルスキャンがですね、素早さを上げております。皆さん思ったことはないですか？俺がもう少し素早すければ、彼女ができたかもしれんなーって。いくぜ！ほらこのターンに与えたダメージのさ、なさよ。可愛い踊りでいちいち交換したとは言えな。さあ、でも素早いね、チームなんで。かなり早いですよ。よしよし。おーそうだよね。素早さって一応、もう一つの効果があります。それは回避率が出やすくなります、素早いと。ある程度のギャップはあるにしろ、素早さキャップはあるにしろ、素早ければ回避率が上がるんですよね、隠れた仕様として。おー、いぜだから、割とあるかもしれないよ、素早さスキャンは。こうやってね、嫌な大目玉とかのアストロンとかさ、避けたんやけど。避けた動く石像、ひょいっと言いました。飛び上がったー、行くぜー。あー、まあ、惜しいなー。惜しいとこ行ったなー。ここはね、決めてほしかったなー。まあ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 、耐久面は強化してないんでね。あくまで今回の題材はですね、素早いということです。素早さこそ正義なんですよ。早いことがいいんですよ。いや、早ければモテますよ。モテますよ、早ければ。素早ければね、彼女はできたかもしれませんよ、皆さんも。皆さんもね、彼女いない皆さんもね、素早ければ彼女ができるかもしれないです。それは小学生までの話だって。何の話だい？まあ、様子を見てるとか、別にいいんだわ。こいつらの素早さの速さよ。あ、本当に速いね。おー、勇み足でどんどん行くから、まあ、実際問題、終盤の競り合いには本当に強くなるね。終盤でお互い HP がない頃の戦いの競り合いには強いねっていうのは間違いない。素早いことで。あとは、ただ素早いっていうかっこよさね。
素早い、こらで、なんでこんな奴らをチョイスしたのかっていうと、もともと動く石像とか死神の騎士っていうのは、鈍足じゃないですか。鈍足の奴らが速ければ最強に見えません見えないか。見えないかな。鈍足、もともと鈍足だった奴らが、あ、勇気溜まっちゃったやん。勇気溜めちまったな。もともと同族やった奴らが速くなることによって何が起こるかっていうと、かっこよく見えるはは出た会心出しながら峠上がった、行くぜ、せーの、ほい、お前も続け続け、みんな続け死神の騎士がやっぱかっこよく見えるぞ。なんか、なんかかっこいいな、お前。あー、でも惜しかったな。ちょっと惜しいな。俺がちょっとプレミしたな。今回は。まあ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 、食らうは仕方ない。お前ら避ける連中ではない。さまよいがギリギリ避けるかどうかみたいな。そんな感じだ。まあ、そう考えると、さっきの動く石像がピロリって受けたのは一体もう何だったのかと思いますよね。いけ、パッチョのとどめだ、うおらパッチョのとどめがやってきました。急に鉄で降ってきましたね。お、今回はちょっと珍しい戦いになるんじゃないですか。さあ、何が来る。スライムジェネラルですか。なるほどね。お前もなかなか早い部類のモンスターだな。いや、避けるよ、あいつは避ける。いや、珍しいね。動画では珍しいんじゃない？合体モンスターでいつもさ、処刑確定してるんだけど。今回は僕のプレミによって、勇気がフラットから始まってるんで、今回は合体モンスターのタイマンということになりますね。さあ、行くぞ！当てていこう！しっかり攻撃を。高い回避率を誇るからな、割と。行け！飛び上がれ！飛び上がったー！行くぜー会心出やすいなっていうのは間違いない。素早いことによって会心率が上がってるのは間違いはないよな。痛いなー、痛いなー。向こうもね、スパイラルスラッシュの元々の会心率の高さを生かして。あ、でもそんなに強くないんだね。303しか与えないのか、通常あたり。大丈夫。こっちにはドラゴラムとかもあるから大丈夫だ。負ける戦いではない。そんなポンポン避けられなければな。行くぞ！行くぞ！飛び上がれ！踏みつけ！行きます！行きます！おー！割と出るな。ギロチン。行け！ライアン！行けライアン！うおー！おらー！すごい！会心マジで出やすくなってんな。素早さ上げたことにより。こんな出る？すごいなぁ。素早さありじゃないか。今回張り切ってんね、みんな。今回みんな張り切ってる、張り切ってる。素早いことによりね、みんな張り切ってる。彼女を作ろうとしてるわ、みんな。特技が素早いことですって。足が速いと巷では言われますってことやかな。じゃあ最後はこれで締めましょうや。はい。行くぜ！うん、かっこいい！かっこいい！いや、俺がもう少し素早ければ彼女ができたかもしれんのになーって。俺がもう少し素早ければ彼女ができるかもしれんのにな。その素早いのが有利に動くか動かないかわからないっていうのが大魔王戦です。さあ、私が読んだのはですね、大魔王の中でも素早いとされる天魔王オルゴデミーラです。そう、こいつこの図体ながら素早さ92を誇る結構速いムカデです。でも女にはモテません。オルゴデミーラよ、この勝負で勝った方がおそらく女にモテる。よし、勝負だ。素早さ92か。早いなぁ。お、でもこっちの方が早い。
みんな翼100いってっからね。そう、みんな翼100台いってますからね。だから、オルゴデミーの翼が92ですよ。こっちは3桁あるんですよ、素早さ。サマヨルに至っては160もあるからね、素早さ。サマヨルで別に遅いモンスターじゃねえしな。中速だからな。動く石像とかともかくよ。うおいいね、回心率上がってる。まあ、投げ払うは仕方ない。ここで投げ払う食らうは仕方ない。余計でもいいよ。はい。痛いなあ。あー、そうなるか。それ嫌だね。ただ、早いことによって何がいいかっていうと、大魔王と終盤の競り合いってあんまりないんですよ。大魔王って大体勇気を貯めて、とどめで勝つみたいな、そういう流れがほとんどじゃないですか。なんで、大魔王に対して早いっていうのは何の意味があるんだ何の意味があるかって、まあ、会心は出やすいんで、その分、とどめボーダー持っていきやすいという、うわー、マヒャド来ちゃったよ。これはやばいね。マヒャドは大丈夫だと思うけどな、そこそこ。うーわ、いや、ここはまだ耐えのターンだな。ここは耐えるターン。ここはまだ、まだだ、まだね、凍てつかどうぞ叩きつけるのターン。ここに逃げちゃダメだ。4ターン目に確定防御できる、こいつは。いけー、おっしゃー、いやいや、会心で勇気もたまりやすいぞ。おー、シャドウ逃げてくれたの、ありがたい。これはいけるんじゃねえか。次、風のマント使います。そうすると、向こうの攻撃、無効化できるんで。いい感じ。会心の攻撃で勇気もね、思ったより溜まってるしね。オッケー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 。勇気溜まるよ。勇気溜めるよ。決めていくよ。いけるか？このふざけたなんか素早さを上げたとかいうよくわかんない集団でいけるか？キングダムソード！いくぞ！いやー、その全体攻撃はあんまり意味がないな。トーマホーク！一戦！いくぜ！うわぁ！何やってんだおめえらは。身も甲の焚き火ガードするから、ここは関係なし。で、とどめボーダーにも影響なしですね。もう十分削ってます。あとは、アポロン先生が動いてくれれば終わりです。まあ、当ててくればいいだけだから。よしよしよし、いいよいいよ。押し潰すつもりで倒れかかる、いきます。いきます。正論。はい。勇気止まりました。勝ちです。やっぱ素早いよ。おや、俺のためだ。お前に彼女はでき。いやー、勝たせてもらっちゃったね。悪いね、オルゴデミーラ。オルゴデミーラびっくりしてるでしょ。なぜだって。お前ら、どう見ても遅い集団じゃないかって。我の方が早いはずなのに。なぜだなぜだー。さあ。彼女はできると思っていた？あれは嘘だ。きっとできない。そう。まだ上がいるんだ。天魔王オルゴデミーラ。彼女はできないことを嘆き、目を赤くしてまで登場した。やばいぞ、こりゃ。こりゃ証明写真には映らねえな。いやー、普通に倒すのも難しい。やつが来ちまったな、こうしてみると。でも、パワーはある。6900っていう HP はあれど、こっちはパワーがあるし、回心率も上がってるのは、もう、ほぼ確定だから、しっかり攻撃当ててって、敵の攻撃を耐え切れば、普通にもしかしたらある。赤目でもね。彼女できないことでさ、わあ、やばい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 、すいません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 、うわあ、ああ、めっちゃ食らった。やばい、めっちゃ食らったぞ。いけないやん、いくぜ、オーケー、おお、いいね。回心率が目に見えて上がってるな。勇気回収は大丈夫そうだ。勇気回収はいける。このおかげで。しかも、オルゴデミーは先手取ってるっていうね、何よりも、おー
何よりもさ、あの速いオルゴデミアに対してさ、安定して先制を取っているというこの安心感よな。先制取っても先制取ったらね、実はね、俺あることに怯えてるんですけどね。先制取るは取るでいいんですけど、あることに怯えてるんですよ、僕は。あ、ちょっと待って、大物のほうでやばい。やばくね？やばくね？このターンの波動にかけよう。このターン、凍てつカードを使う可能性があります。なんで、ここに逃げちゃいけない。おっしゃー！反撃ののろし、これが。反撃ののろし上げていくぞ！いけ！お前らならやれる！おっ！あーあーし。いけるぞ！いけるぞ！マジでいける。あいつ多分、ウィズとか箱庭とかね、タップルとか全部やってね、ダメだったやつらが。あいつ多分そういうタイプだわ。よし！任せろ！でもこれはね、相手の技的にこっちだわ。マリベル城を呼んでしまうと、叩き伏せるで2回コードなんですよ、叩き伏せるは。なんで、避けた方がいいっす。マリベル城だと叩き伏せるで終わっちゃう。いいよ、当てて。さあ、トマホーグ一戦、当ててくれればそれでいい。よし！トノボーダー乗った。トノボーダー乗ったぞ！倒れかかる、いけ！いけん、よし！マリベル城ではダメだから。すべてを滅する天地邪法避けろ頑張れなあダイアンやないか、お前何をしとったんや、お前はもう